ローランズはオランダで毎年8月第3週に開催される音楽フェスティバル。正式名称はキャンピングフライトト・ローランズ・パラダイスだが、一般的にローランズ、またはローランズ・フェスティバルと呼ばれている。出演するアーティストの音楽ジャンルは、ロック、ポップ、オルタナティブ、ヒップホップ、ダンスなどで、他に屋内外の映画館、ストリートシアター、キャバレー、 スタンドアップコメディ、バレエ、文学、コミックストリップなども行われている。ローランズは毎年8月第3週の週末3日間に開催されている。フェスティバルはアムステルダムから東に6 8トルのビッティングハイゼンのワリビオランダに隣接するスパイクエンブレーメルベルクで開催されている。近年は約5万5000人の来場者が訪れ、 毎年10以上のステージで200以上のアーティストが出演している。ステージの大部分は悪天候から観客を守るために大きなテントの中に設置されており、最大のステージはサッカーのピッチほどの大きさを誇る。ありがとうございます。